ハウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都千代田区東神田に来ています。今日お尋ねしている会社はある文具メーカーです。文具といいましても数あるわけですが、その中でもですね、2つの非常に特徴的な商品を持っていらっしゃいます。そのうち1つがですね、こちらキングファイルといいまして、いろんなオフィスでこの同じファイルを見かけると思うんですが、このキングファイルのメーカーであり、そしてもう一つこの会社の名前を全国に知らしめた商品がこちらです。皆さんご覧になったことあると思いますが、テプラというですね、ファイルの背表紙に貼るためのラベリングの機械ですね、こちらの電子文具を扱っていらっしゃる製造メーカー、そちらの会社をですね、今4代目の社長としてこの会社を率いていらっしゃるのが宮本明社長で、このテプラの生みの親というふうに言っても過言ではないかと思います。4代目の社長であり、このテプラの開発に携わったプロジェクトリーダーをされていた宮本社長、そちらに今日は詳しくこのテプラの開発秘話、そしてマーケット戦略について聞かせていただきたいと思います。ご紹介します、宮本社長です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社キングジムさんというですね、この電子文具のメーカーでは第一人者というか、コックヨさんというそのもう巨大メーカーがいる中で、キングジムさんがこのファイルの市場では一番取ってらっしゃる、ね、あるいはそのカシオとかシャープとか、ね、シャープさんというもう本当に メガ企業がいる中で、もうこのテプラの分野では一番取ってらっしゃると。そうです。創業は昭和2年で、はい、私の祖父が作った会社なんですけども、はい、まあ、もともと祖父は材木商だったんですけど、はい、その材木商のアドレス帳をいろいろ工夫して、うん、人名簿印鑑簿というようなものを作っていて、それがなんかとても好評で、これは使いやすいということからなんか調子に乗ってですね、はい、人名簿の名と勘を取って名勘堂っていう会社を起こして、そういう、まあ昔で言うとアドレス帳ですよね、はい、そういうものを売り出して会社にしたのが前身で、はい、その後はまあノート手帳とか作って、うん、それからファイルバインダーの専門メーカーになって、まあ、その時代がすごく長かったんですけども、はい、1988年ですかね、テプラという電子文具を発売して、うん、これがおかげさまで大ヒットしまして、はい、それであっという間に電子文具のキングジムというふうになって、うん、まあ、今日に至っているというそういう形ですね。ファイルというとこのまさにこのキングジムファイル、これはもうどこのオフィスにも必ずあるようなものですし、はい、またもう一つがテプラという、はい、まあ、これはテプラもいろんな形式がある。これはあの、はい、一番最初に出たテプラの復刻版なんですけど、はい、はい、まあ、一番最初ですから1988年って言ってですね、はい、まだあのキーボードとかに皆さん慣れ親しんでない時代なんですよ、はいはい、従ってこのアイウェイを順にこうやってなっていて、これで回して選択してなって、こんなちょっと変わったダイヤル方式を作って、はい、なるほど、あ、復刻版なんですね。そうですね、これはそうですね。ちょっとテプラというものが出る発売される時の社会情勢背景とですね、どういう思いでもってスタートしていかれたのか、当時宮本社長が常務だったというふうに伺ってます、はい、1985年、はい、その頃よく言われてたのは、コンピューターがかなり普及し始めて、はい、まあ、まだですね、会社でもその部で1台とかですね、はい、そのパソコンないし、そのワードプロセッサーというワードの専用機みたいなものがあったような時代ですね、はい、だからまだ一般の人はほとんどキーボードに触れたこともないような、うん、そういう時代だったんですけど、とはいえこれが本当にどんどん普及してくると、うん、オフィスから紙がなくなるぞと、ペーパーレスということを盛んに評論家書士の皆さんがおっしゃっていて、はい、で当時ファイルバインダーはすごく売れてたんだけれども、はい、ちょっとこういうものが出てくると書類がなくなるとファイルっていずれなくなっちゃうんじゃないのと、なるほど、強い危機感を覚えましたね。それでそのいろんな何とかしなくちゃいけないっていう中から、電子文具をやって、もうコンピューターを敵というふうに考えずに、これはもう
もう味方につけてそういう商品をやっていった方がいいんじゃないかなというふうに考えるようになりました。克服しなきゃいけない味方であると。そうですね。敵じゃなくて。ただ前日にはそういうプロジェクトを作って開発してた最中もですね、はい、むしろコンピューターはどんどん普及してきたんだけれども、はい、普及したがために実は紙は増えたんですね。なんで増えたかっていうと、はい、一番はプリンターの普及です。プリンターが昔は11インチ ×15 インチの穴がたくさん開いてるのでとても使いにくい用紙だったんですけど、うん、それが全部 A4 版になって、はい、安くなって早くなって、はい、大量のプリンターが出てきましたね、はい、それからコピー機が普及するようになって あれで大量にまた書類が増えて、まあ、当時は電話までファックスになるということで、はい、もう何でもかんでも書類が増える要素ばかりでですね、なるほど、ファイルが売れたんです。コンピューターのおかげでますますファイル売れるわけですよ。ファイル売れた、はい、ね、はい、だからそんなファイルで忙しいのに、うん、な電子機器なんてやってる場合じゃないっていうことでかなりその反発が強いプロジェクトでした。社内的には、特に最終的には3年間何も出てこなかったんで、そのプロジェクトメンバー数人なんですけ ど、 なるほど、だからもうそのリーダーは私なんですけど、数人、何、3人ってことですか。5人ぐらいいたかな。5人ぐらい、そのメンバーが無駄飯ぐらいと言われた。1985年から88年までの3年間、はいはい、商品が出なかったんです。何も出ないです。はあ。まあその中には、まあ、もうちょっとで商品化っていうところまで行った商品もあったんですけどね。はい、まあいろいろ失敗失敗の連続で結局うまくいかなくて、それはね、うん、3年も何も出てこないとね、うんうん、無駄飯ぐらいと言われてもしょうがなかったですね。なるほど。